よろしくぶっちぎれっとえー。<laughs> リハよりうるせえ。<laughs> <laughs> <laughs> はい、ということで皆さんこんにちはテレビア,アニメぶっちぎれ一番星役の佐藤源ですはい、こんにちは昨夜役の時俊一ですそしてお前役の,お前役,の福お前役です <laughs> <laughs> ちゃんとキャラは言うよ棒 <laughs> <laughs> 役,役の落合福士ですよろしくお願いします さあさあということで今回も始まりましたよろしくぶっちぎりトークただいま1話のアフレコ終えてきたばっかりなんでございますけどももうね早速登場していただきました棒役の落合福士さんに来ていただきましたよろしくお願いしますありがとうございますよろしくお願いいたしますいややっとですよあのねいろんな方にゲストでこう来ていただいてるんですけども十話で満を持して落合福士さんに ボウがボウが来ましたよいわいわ青文字して青文字してです I 違う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 それをやるにはまずいろんな説明をしてきゃいけないから第一話からずっと組んできたやつですよ。それ誰も知らない状態ですよあのチューニングねチューニングそれもわかんないボウのあの心の芝居じゃなくてある程度そのボウの音を出すその喉を開くために喉を開くためにことの発端は 最初の時俺たちがグループで撮ってた時に某の雰囲気が日村さんがたまにやるものまねのあれにすごい似てる子の子の頃のものまねに似てるねって言ったらそのチューニングが板にはまったようでただ何の参考にもなってない。 は開くけど実際某の感じで僕ねって言わないじゃんお前おお前だからまあまあね某の話もこの後たくに書いていきたいんですけど10話をねちょっと振り返っていこうもう過境ですよ過境でございましたいよいよね月と追い詰めさあここからどうなっていくのかと終わりが見えてきちゃいましたけどもまあ本当にねいろいろな事実があの明らかになった十話でございますけどもいやここ大変でしたね その福祉のもうさ、このぶっちぎれっていう作品が、はいはい、まあまあ今も十話が終わったところですけど。うん、なんか改めてどういうところだと思、はいます。一話の段階では、えー、まあキャラの個性はすごい強いけど。そうですね、意外とその新選組の王道の、あまりこう。はいはい SF っぽくないような方向性でいくのかなって思ってたら天光るし、ね、スタンガンみたいなスズランの「日本刀とは?」みたいな。<laughs> <laughs> あそこ起ってたもんね、序盤で意外と設定もぶっちぎってんだなうまいですね、設定もぶっちぎるおでーおでー違う違う、チューニングしないで、チューニングしないでとりあえず戻るな照れ隠しのチューニングわかるわ、わかるわ聞いてみたかったことがあってそんな某を演じるときに一番意識してたこととかって何かあったりしますか意外とこういうキャラクターってもう皆さん一ご覧になってる方 方はなんとなく分かってくると思うんですけど、はいはい、意外と某賢いんですよ。賢い。賢いで一話とかって結構、はい、あの。おでおまんま食べたいとかっていうような、えー、本当に能天気な。そうですね、何にも考えてないようなキャラクターに見せかけて。うん、実は難しい言葉いっぱい知ってるって。だから彼は本当にただ。あの言葉が足りないとか、ことじゃなくて。はい あの喋り方とかあの雰囲気っていうのは彼が持っているものであって、うん、志してるものとか考えてることっていうのはやっぱり新選組のみんなと一緒なんだっていうのだけは頭の片隅に置いて芝居するようにはしてましたただただこう朗らかなキャラではないんだぞ意外となんかシリアスなこと言ってたりとかそうです、ね、確信をついてたりとか、えー、なんか結構そのディレクションとかその設定キャラではちょっとおバカキャラでみたいなのがあったんですけど。えーはい 読,読めば読むほど「はい、いや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 」っていうだってあれだけ達筆にね字が書けるんだったらいい、うん、まず字が書けるっていうのがあの多分時代に読み書きすらもっていう状態ではありましたからね、うん、あの時代は。あとやっぱり一番びっくりしたのが、はい、あのボールドってあの。 このセリフあなたのセリフですよっていう時に名前が出るんですけど僕緑色だったんですずっとだからキャラクターは緑色なんだろうなってずーっと思ってやってたたキャラの色、ねええ、色にいた色で出るることはよくあで最初線画とか、ええあのー、色のついてない状態で僕たちキャラ絵を見てたじゃないですか。であこれ緑,緑っぽい感じの服でとかって思ってて、はい、いざ 色付きの設定画を見せてもらったときに、はいはい、え、こういう色、そう <laughs> みんな言う、ね、みんなが言いますよね、みんな思ってた色と違うっていう、う,ね、うんうん、うん、タイガースですか、<laughs> <laughs> そうですね、黄色と黒と思って、ボウが黄色なんだっていうのを、で黒なんだっていう、ええ、あこういうカラーリングなんだ。 <laughs> 一番意外でしたかずーっとそのボールドの色のイメージでいたんでんそれをベースで考えてたでこう大きいとちょっと緑のちょっとあったかい木っぽいうん、うん、<laughs> 葉っぱのような自然の色みたいなどっしりみたいなイメージだと思ってたんですけど。 こんな色なんだ一番衝撃を受けましたね僕はこのってそれで言ったらさ僕たちは僕と玄君とあとその時にピックアップされる方がアフレコは多かったけど福祉は特にさ三木さんと高木さんと一緒に収録多分されることが多かったと思うやっぱそのメンバーたちの先に撮った後に僕たちのかくアドリブといいますか。 いかがでした一緒に撮ってて、うん、やっぱり楽しかったし福受けアドリブのうんこあったもんねもうだってやること前提のアドリブが入ってるじゃ福祉がふざける前提で高木さんがそれに受けてのアドリブやってたじゃんそ,うそ,うそ,うそれをやっぱテストで聞いて、うん、だからそうするともう アドリブじゃないんですよ。でもテストで聞いてるから。なるほど。あのうんこって言ってもらうにはどうするみたいな。引き出しゲームが始まってるもう心理戦が始まっちゃって。あフレコで現場来てどの場でやるじゃないそうですね。事前に聞いたりしてるわけじゃないから。あのアドリブが成り立つところまでどう持ってくんだって。 めちゃめちゃ俺たちはもう楽しんで聞かせていただきました。あれ後のが多かったでしたっけ？そうだね。わとそうですね。僕らが後ろで聞いててでトキさんと一緒にうんうんこって先行ったけどと。あれ入れる前にうんこって入ってる。どうして入れんだろうこれと。いやでも本当そういう意味ではいろいろねあのそれこそオリジナルの。 アニメーションだからこそちょっとセリフをこう変えてもまあこっちのほうがいいかもって言っていただいたりとかちょっとアドリブをしてこうてこうやってああやってっていうことがいろいろできる現場だったなとはすごいそれが自由に許される作品だったっていうのが役者としても光栄だったと,いうとても確かにそうですねていただけたりもう一番星はもうもうセリフがもうぶっこみがの伸びるしそうですねどん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 伸びていく基本的には別ってみんなちゃんと受けて受けて受けて承知すいませんもう皆様

ということで、そろそろもうお時間となっています。そうですね。ということで、最後にですね、はい、お茶屋さんから視聴者の皆さんにメッセージの方お願いしてもよろしいです。もう皆さん十話まで来ましたよ。残すところあとえっと二話、三話、五話。二話です。二話でこのあと二話で新選組のみんながどう戦っていくのか、そしてこの日の元日本の運命やいかにぶっちぎれご期待ください。ノレーションみたいな。 素敵でした。はいということでありがとうございました。<laughs> それでは一番星役の佐藤源と昨夜役の時春一とお前役あじゃボ役の落合福祉でした。<laughs> せーの次回もお楽しみに。